ホーム、中村駅は、高知県四万都市、駅前町にある、土佐黒塩鉄道の駅である。駅番号は、TK40。中村線とスクモ線が乗り入れ、その境界駅となっている。スクモ発着の特急と一部の普通列車は相互に直通するが、それ以外の列車は当駅発着となっている。四万都市の代表駅で、全特急列車が停車する。中村線。 スク線とも東駅が終点であり、東駅からは上り列車しか発車しないが、列車番号は中村線東駅スク線が下りとして扱われる。駅舎が2014年10月15日にブルネル省駅舎建築部門の優秀賞を受賞した。2020年3月14日、改正ダイヤでは四万と十,十号が高知駅での乗り換えなしに高松駅まで行ける。 唯一の列車となっている。また、当駅発普通列車の最終列車は、スクモ駅行きは23時13分発と遅くまであるが、久保川駅行きは19時58分発と早めである。二面三線ホームの地上駅である。一番線は駅舎と直結した片面ホーム、2.3番線は駅舎と古線橋で結ばれた島式ホームで、いずれも中村線。 つくも線争後の直通運転が可能であるが、特急列車は、ほとんどの列車が一番線から発着する、緑の窓口が設置されている、土佐黒潮鉄道の本社は当駅が、所在地となっている。運行管理を行う、中村駅制御所が設置され、CTC、PRC を運用している、駅舎本屋は開業当時そのままに増築を重ねつつ、 使用されてきたものを大幅にリノベーションし、2010年3月に完成した。設計、デザインは、川西康幸や栗田義弘などによる、ネクストシャンズが担当している。リノベーションは、待合室、売店、コンコース、緑の窓口、一番線、ホームトイレなどのエリアを中心に行われた。この階層では、地元産のヒノキ材などを用い、学生などが、 学習などに使える机や椅子なども設置された。また、乗車権類や入場券を持たずとも改札内外を自由に出入りできるようになった。また、この事業、または設計及び関わった企業等に対して多くの賞が授与されている。リノベーションにまつわる受賞実績周辺は、土佐の小京都とも言われている。高知西南交通の路線バスが駅構内のバス乗り場に発着しており、 土佐清水、足摺岬三崎行き、宿毛駅行、四万十市内各方面行き、土佐入りの駅方面行きがそれぞれ運行されている。高速バスについては、中高バスと同社と他社による共同運行の夜行路線が運行されている。特急、四万十、足摺の隣の停車駅は、各列車記事を参照のこと。四万十は折り一本が当駅終着、上り一本が、 すくも駅発、足釣りは、すくも駅発着が下り一本と、上り一本である、土佐黒潮鉄道、中村線骨津川駅、中村駅すくも線中村駅郡動駅、ありがとうございます。